謎が少し解けた。地味にイラつくもの。スキップできない CM、 課金しないと読めない漫画アプリ、罰の小さい広告。やっぱりステーキ食べたいですね。いきなりステーキを覚えられない。算数の問題によく登場するたかしくん。明日進化か。思いのほかリアルなやつが出てきた。どう、私のポケモンと勝負してみない。充電中。ひでえよ。エトで一番になった時の話を聞く。メタモン、変身ポケモン。ぐにゃぐにゃとした変身ポケモン。変身が上手にできないメタモンはただのメタモンだ。仲間を売る。あんちゃん、これって、おう、金持ちの家、確定だな。ミスタードーナツ。投げたら、意外と飛んだランキング。子供の頃は得意だったが、大人になって苦手になったこと。お年玉。盗塁のサインで、合ってますか？はい、自分が意味もなく、投げたボールを、何度も取ってこさせられるパワハラを受けました。顔、新しいアンパンマンよ。他の店行ってくれ。3つの線のうちどれかを切ると爆発します。追いガキども、近づいてみるなってのがわかんねえのか。梅干しおにぎり、塩おにぎり、特上うな重弁当。敵にも電話してみたんですけど、こっちの作戦の情報は漏れてないって言ってました。それじゃ旅行に行きましょうかって、車盗まれてるんかい。俺が用意しようって言ったのはサンバイズだ。お前が被ってるのはなんだ。絶対に起きられるけど、丸一日気分が悪くなるアラーム音を教えてください。緊急地震速報の音。ハッピーエンドに、彼は牛に突進され、天、という感じの語源となった。いつも応援していただき、ありがとうございます。年内登録者1000人を目指しています。ぜひチャンネル登録もお願いします。